それではあの二時半になりましたので記者会見を始めたいと思います。えー、時代を問う十年後の政治という演題で記者会見を開きます。えー、今日はその第一回です。えー、これから何回かに分けてですね、ト、えー党クラブの企画委員が推薦した何人かの若手中堅政治家に来ていただきまして、十年後の政治を語っていただきます。七、えー、月に行われた参議院の 参院選は投票率が四十八点八パーセントと、これまでで二度目の、二番目の低さでした。有権者の政治への関心の低さをうかがわせる、非常に厳しい数字でした。そこで、時代を担う政治家の人々は、こうした現状をどう受け止めているのか。それから、十年後の日本政治をどのように進めていくのか。この辺りを聞いていきたいと思います。 えー、今日のゲストは国民民主党の政調会長を務める泉健太さんですよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますはい、えー。泉さんは1974年生まれの45歳当選7回で選挙区は京都3区です、えー、この記者会見は所要1時間最初の25分は泉さんから自己紹介を交えて10年後の政治を語っていただきますその後マトリックスを使ってもらい 政治家としての立ち位置を示していただきます。そしてその後およそ30分質疑をというそういう流れで進行していきます。私はトークラブ企画委員のテレビ東京の福田です。よろしくお願いいたします。それでは泉さんよろしくお願いします。はい、はい。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。えー、本日はあの第1回という大変ありがたい場にお招きをいただきましてありがとうございます。 たたただだいいまままご紹介いただきましし衆議院議院員の泉健太と申します選挙区は京都3区というところでしてこちらは京都駅から少し南側の南部地域になりますけれども京都市の一番大きい行政区の伏見区というところそして軍部では向島市長岡京市小山崎町という2市1町がございまして大体そうですね45万人ぐらいの規模の 選挙区ということになります、えー、そして私自身は今お話がありましたように、えー、2003年から当選をさせていただいておりますただあの選挙そのものは2000年の時に25歳でちょうど細野さんと同じタイミングだったと小渕さん細野さんと同じタイミングで立候補をしておりましてその時は残念ながら一度赤敗をしているということで29歳で、えー、初当選ということになっております えー、京都3区、大変愛すべき選挙区なわけですが、生まれは北海道でありまして、えー、京都人ではないということで、えー、偽関西人、偽京都人でありますけれども、えー、それこそ京都に来たことは修学旅行で、えー、来たぐらいでして、えー、受験も、まあ、立命館大学に受験をしたわけですけれども、その時も札幌で受験ができましたんで、 本当にまあそういった意味では京都にその時初めて来るような状況でありました。あしかしながらあの北海道から京都ということで言えばやはりそのなかなか北海道では日本史を学んでも古文を学んでも正直あまり実感がわからなかったんですね。でも京都に来てあこれが日本なんだというふうにもう実感をすること多々ありでありましては、まあ、大変、えー、刺激を受けた京都時代でありました。まあ、東京の大学も受けたんですが。 残念ながらそこは落選をしましてでも京都に来てよかったなとつくづく感じました非常にこう人口とそして学生の密度が濃い町でありますしまあ歴史も凝縮されていますし非常にその活動する上でも活動のしやすかった町だったなというふうに今振り返っても思い出します私自身はあのずっと私学に行きたいというふうにまあ以前中学生ぐらいからもそう 目指ししていましてなんとなくこう自由な幸福ということと、まあ、縛られたくないという、まあ、先入観みたいなものかもしれませんけれどもそういう中で立命館大学を選ばせていただいたということであります。えもう少し、えー、徐々にこう小さい頃の話に振り返っていってしまうわけですけれども、えー、私の生まれた北海道はそれこそ社会党も大変強い地域でありました。私はまあ小さい頃から 政治には関心を持っていまして、まあ、おそらく父がいろんな議員さんたちを応援していたということで、あるいは母が社会問題に結構関心を持っていたということで、政治には以前から、まあ、小さい頃から関心を持っていたわけですけれども、まあ、そういう中で、北海道というのは社会党の非常に強い地域で、私の小さい頃はそれこそ横道隆弘さんが北海道知事にちょうど国政から転身をされた頃でありました。 大変自分も刺激を受けて、小学生ながら選挙カーを追いかけてたような、そんなこともありました。当時はもう、横道さんはもう北海道のケネディじゃないかというぐらいな、それぐらいな話題性があって、最初出てこられたのを覚えています。で、社会党ということについても、当時、大変関心を持っていまして、やはりそれは弱者に対する視点ですとか、マイノリティに対する視点ですとか、 まあ正義感ですとか、まあ、当時、やはりまあロッキード事件を終えてもなおでさ、ね、まざ、あ、まに疑惑、疑獄が報道されている中で、なぜ政治はこんなことをやっているのかという中で、ですね自分なりに小さい頃に自民党はちょっとけしからんのじゃないのかという思いも持ちながら政治を眺めていたのを思い出します。ただ父はバリバリリの保守系でありまして 父はあそういったさまざまな地元のローカルな政治家を応援しながら最終的には私が高1の時に地元の町議会議員に当選をするわけです。ホスケイ無所属という形で当選をするわけです。まあ、それもそれで政治の実際現実として学びながらあ一方ではあそれとは違う政治を作りたいという思いが募っていったということで大学で京都に入学した直後はですね もう日本新党が動き始めていたんですが、それでもなお私は、日本社会党京都府本部なるところに、ちょっと門を叩いて、ですねどんな活動をしていますかというふうに聞いた記憶があります。ただ、その頃ほぼほぼ社会党はもう下火でありまして、特に京都なんかでは、共産党にも、そして自民党にも、また当時、新興勢力だったそういった日本新党にも、ですね完全に、まあ、主流をさらわれていたような状況でありまして。 なかなか表立った活動が見えてこないというような状況でありましたでそういう中で前原誠司さんが京都では若手として活動を始めていて私も学生の時に先輩に連れられて前原さんの選挙事務所なんかに顔を出していたことがありましたでここからはそういった意味で今につながっていくわけですけれども大学に通ってさまざま勉強していた時の 講師として来られていたのが山井和則さんでありました立命館大学講師としてまだ議員になる前に、えー、日本の社会保障そして、えー、世界の介護みたいなことでですね、えー、お話をされていた講義を聞いてこれは日本の介護はえらいことになっているとお年寄りを拘束してすべ、えー、て自立できないようにして人間非人間的な生活をさせているということで 山野井さん、ぜひ手伝わせてくださいと、一緒に福祉を良くしましょうと言って、え講義のあとにです、ね、お話に行ったら、そしたらまあ事務所に来てくださいというふうになりまして、事務所に行ってみたら、なぜかポスター貼りをさせられるというです、ね、ちょっと福祉のこととはまた違う話になっていったんですが、まあ、そこでも政治とつながったというのがありました。で山野井さんもお福祉の世界で講演をしながらあ、政治を目指されるというタイミングでありまして。 ただ少し立命館大学からは遠いところにありましたんで、まあ、1年ほど通った後にもう少し近いところでお仲間おられませんかという中で知り合ったのが福山哲郎さんでありましたで福山哲郎さんもまだ国会議員になる前でありまして、えー、一度先駆けでチャレンジをして落選中という立場でありました、まあ、非常に魅力的な方で非常にこう国旗心向上心 勉強する力というか好、ね、学心が強い方でありまして伊吹、えー、先生や国田先生という大きなあ相手に向かって挑んだその福山さんという人物またあ新しい政治文化を感じる NPO や NGO に対しても非常に関心の強い福山哲郎さんに私も興味を持ちましてそして、まあ、いざ私が就職活動という,う時点になった段階で 私自身は以前から会社に勤めるのではなく、まあ、人で選ぼうともしその方が朝日ビールであれば朝日ビールの門を叩きその方がサントリーであればサントリーの門を叩こうと思って学生時代で過ごしてきたわけですが、まあ、最終的には私が見てきた中で福山哲郎さんという方に非常に惹かれましたそういった意味で福山哲郎事務所の門を叩き そししてて施設秘書にいいただいただと、まあ、当時はまだ学生でしたし、あ学生あの、福山さんは現職ではありませんでしたので、えー、現職ではない事務所の秘書というか、まあ、お手伝いというような形で入らせていただいたと、その数か月後に、福山哲郎さんの参議院選挙がありまして、そして福山さんが、あの時は7党1会派で,です、ね、ひじみひいきょうさんの枠組みで、久しぶりに勝利をするという選挙でしたけれども、98年。 年ぐらいですかね、えー、その選挙を経て私もその福山哲郎事務所の秘書として、えー、過ごさせていただきました、えー、そして、まあ、約2年半ほどおそこで仕事をさせていただいて、えー、一度、まあ、政治の世界から離れてこの政治を見てみようということで、まあ、民間企業の試験を受けてですね中途採用で受かったんですけれどもおそのお合格が出た後に前原さんから 選挙に出てみないかという話を受けまして、えー、一度断りをしたんですけれども、まあそれでまそこまで言っていただくのであれば、きっと自分には自分なりの立場属性から訴えることがあるだろうということで、25歳で立候補に踏み切ったということであります。まあ、京都3区というのはあ軍部もあり、そして都市部もあり、ニュータウンもありということでところでしたので、まあ,あ日本の縮図と。 いうふうに言っても良い地域でありましてそういった選挙区にも非常に関心を持ちました歴史もあるけれども新興住宅地もあると、まあ、そういった地域に、まあ、非常に可能性も感じながら選挙を戦いました、まあ、1回目は先ほどお話ししたように落選をしましたけれどもおその時も時点で、えー、5万票近い票をいただきましたんで、えー、おかげで次当時の民主党のですねゼロ次公認というのを受けて えー、再選に向けて活動式もいただいて、えー、次の活動に至ることができたということであります、えー、私のだいたい背景という形ではそういうことになっていくと思いますそして、えー、今お題をいただきましたのでそこからぐっと今の政治に話を戻したいと思いますけれども一つはその低投票率政治への無関心ということが言われているということについてどう思うかということがありましたけれども、えー これはまあ,ある意味、私は悲観をしておりません。日本の国民には力があるし、いざ危機となれば立ち上がるそういう方々であるというふうに認識をしておりますので、低投票率というのは、さまざまな要因が重なっているものだと考えています。まあ、例えば投票所一つ行っても、なかなか魅力的な投票所とは若い人には言えない環境でありますし、投票用紙一枚取ったってそうかもしれない。 そ、えー、そししてて選挙活動1つとってももうかもしれないやはり今非常に世の中魅力のあるものにあふれている時代ですのでそういった中で多くの方々に統一的な投票という行動をとっていただくというのは非常に難しいことだと思っていますまあだからこそ政治の分野も進化をしていかなければいけないと思ってますんで私も常々、えー、今年もだったと思いますが あ、臨戦得だとかで委員会質問させていただいて、えー、まあネット選挙にしっかりと中央選管はじめ国もついていけるようにだとか、あるいは投票所の改革だとか選挙カーの改革みたいなことも提案をさせていただいております。また同時にあの小泉信次郎議員が事務局長ですが、私が幹事長として国会改革の平成のうちにの議員の懇談会のですね。 えこともやっておりますので、国会全体もやはり改革をしていかなければ、世間から関心を持たれなくなってしまうという危機感は持っておりますので、そういったことでしっかりとこの改革を進めていきたいと思います。まあ、そういった政治の改革を進めていくということと、やはり学校教育においても、ですね、まあ、政治に対してのしっかりと教育をもっとしていかなければいけないということ、民主主義教育を徹底していかなければいけないということ。 そしてやはりまあこの低投票率というのはまあ安倍一強だとか与党のせいにする方もあるかもしれませんしかし私はそれを与党に問うても仕方がないというかですね安倍一強の理由は何かといえばそれは野党に問題があるというふうに私は認識していますので野党こそですね政権交代可能な政治をつくるということを真剣に取り組まなければですね国民がやはり 関心を持っってていいいただけないとういうふうに思っておりますので野党こそ自,自己改革を遂げて、ですねそして有権者の皆さんに選択肢として認識をしていただけるような野党に成長していかなければいけないと、まあ、そういう認識を持って、この低投票率というものを眺めております。ですから、他人のせいにするというよりも、まさに野党自身もですね、 低等不省率に大きな責任があるという考え方で野党自身の自己改革に私は邁進をしていきたいというふうに考えておりますやはり私はあの自分が政治家を目指した理由っていうのはえ社会で困っている方々のためえ弱い立場の方々のためえ日本の成長のため未来のためといろいろ理由がありますけれどもやはり一つ政権交代のある日本の政治を作りたいと い思いは強く持っておりますですから、まあ、昨今、よくですね、自民党に行ったらどうやというふうに、地元でも、また中央でも、いろんな方に言われることがありますが、私はやっぱり、自己実現ということでいえば、自民党に行かれる選択肢を持つ方もあるかもしれません。しかし、私は自己実現のために政治をしているのではなくて、やはりこの日本の政治に大きな選択肢を、分かりやすい選択肢を、 国民の皆様が交代可能な政治をやはり待望されているというふうに考えておりますので、そういう視点で私は、まあ、このお国政に関わっていきたいというふうに考えております。えー、そしてですね、さまざ、あ、まにあの後ほどこのマトリックスも出てくるわけですが、いくつかあ自己責任ですとか、あるいはあ自分の思想についてお話をさせていただきたいと思います。まずあの 自助、共助、公助、まあ、こういう観点でよく言われますけれども、どれも大切だと思いますが、私はやはり、自助という精神は大事ではあるけれども、しかし、自己責任に完結させてはいけないというふうに考えております。そして、精神論は精神論としての限界があるわけですから、やはり社会が、そして周囲が、また人と人とが支え合って、 そししててて助けけけ合うよううよななな世の中ににいいいいかなければいけないというふうに思っておりますですから、まあ、昨今言われるように、まあ、例えば生活保護なんかで代表される話で言えばあー、生活保護という制度は極めて大事な制度だと思っておりますし、その上で、そこからいかに自立ですとか、生活の再建というものに引き上げていくことができるかというところに注力をしていくことはとても大事であって、 決して、えー、何か制度に安住をしてしまうような状況にしてはいけないと思いますただやっぱり頑張れる環境と頑張れない環境というものがありますのですべての方が生活保護を続けていることが悪いということではないということも改めて申し添えておきたいと思います特に私はまあ経済の発展の過程では仕方がないかもしれませんがやはり自民党政権においてもですね 保守政権においても要は家族というものは解体され続けてきたというふうに認識していますその意味では家族が解体をされても何らか人のつながりというものを重視していかなければ本当に今社会的にもその負担が大きくなっているんじゃないかと思います孤独死の問題様々な孤立がもたらす弊害こういったものは徐々に顕在化していると考えておりますので だからこそ、前回の参議院選挙では、私は国民主党の政調会長として、孤独対策ということを初めて、日本の政党の中の主要政策として盛り込みをさせていただきました。もう今、特殊清掃員という業種が徐々に確立されてくる時代になってきている、これはやっぱり孤独死というものが多くなってきているということにも言えるわけで、本当に悲惨な現場が、政治や社会の華やかさとは別にですね、 発生していると孤独だからこそ声すら上がらないとこういう環境があるわけでありましてそういったところにしっかりと光を当てていかなければ、まあ、死ぬ時不幸だったつらかったという声も出せないような中で命を終える方々が増えてきてるんではないかということに大変な問題意識を持っておりますそういった意味ではやはり控除ができることそして共助ができることは極めて大きいと。えー共助 をですね膨らましていくためには国があるいは行政が支援をしていくということも大事だと思います。決してその人数として大きな政府が望ましいとは思いませんけれども国が果たす役割行政が果たす役割は大きいというふうに考えております。で、えー、話はいくつか飛びますけれども、まあ、私はまあ小さい頃から歴史は好きでしたので、えー、戦記のも好きでしたし、まあ、第二次世界大戦中の 様々な映像を見るのも好きでした、まあ、小さい頃からもう小学校入る前から「君が代」も歌えるような人間でありましたけれどもですから時代が違えば自分だって戦時中あるいは戦前に生まれていればですねどっちに転ぶかは分からなかったというふうにまあシンプルにそう思いますだからこそですね、えー、ああいった戦争の不幸には国民を陥れてはならないと。 いう自分なりりに強い思い思を持っております一方で私はあ戦没者の遺骨収集これもずっと続けてきておりましてそこは見る方にとるとなんだかお前は右か左かよう分からんややこしい人間だなと言われることもあるんですが私にとっては国のために亡くなったひいてはそれは国のためじゃなく故郷のため家族のために親のために泣く泣く命を落としたという方々も含めてその方々を大切に扱う。 検証するのは当然なことだと国の歴史から目を背けることはできないというふうに思っておりますがそれを決して賛美はしてはいけないというふうに思っております一人一人の国民のこう辛さや悲しさあるいは賢明な努力というものをしっかりと受け止めて次の国民に少しでも悲惨な思いえ不幸な思いをさせないということが政治家の責任であると いうふうふに思っております、まあ、あえて靖国について言えば私が総理になれば私は、えー、参拝はいたしませんでそれは靖国を否定をしているからではなく私はあ戦後靖国神社というものはあ一宗教法人として自由を得たというふうに思っておりますですから靖国神社が分子をしようが合祀をしようがそれは靖国の問題であって日本の政治や行政がそこに対して 賛成だだ反対だとといいいう必要はないと思います靖国神社は靖国神社なりに戦没者のことを心から考えそしてそれをお祭りをされているというふうに思いますが私は国ということで言えばやはりしっかりとした追悼施設が必要であろうというふうに考えておりますしさまざまな戦没者を入れをするという意味では私は靖国に限らずキリスト教であっても 当然他の神社であってもどこにでも慰霊をするための参拝の価値はあると等しくあるというふうに考えておりますのでことさら靖国だけを強調することはしないというふうに考えておりますで憲法については改正はあってしかるべきという考え方でありますで一方でそれは本当に国民が望むものなのかそしてそれは本当に政治家の主欲 政治家の。そうですね。そういった私利私欲。のためでは。ないものだと。本当に言える憲法改正であるならば。というふうに考えております。ですから。まあ、確かに。あの憲法の。言、あの言葉のですね。えー、が翻訳帳で。あるから。けしからんとか。まあ、そういう方もあるかもしれませんが。まあ、それは。 やはり違和感を感じる方もあるかもしれませんけれども、問題の本質はそこにあるのではなくて、今のわれわれの戦後の繁栄というのは、少なくともお今のお現行憲法のもとで、我が国が歩んできた結果として、今の繁栄があると、ですから、今の憲法を基本的には是と捉えると、肯定的に捉えるという考え方の下で、国民主権や基本的人権や平和主義というものについてをしっかり維持をして、 まあその上で、時代に合わせて必要な改正というものは行っていかなければいけないというふうに思いますが、私は単純に自衛隊を明記をするということが、今、時代の要請であるとは思えま,ません、そういった意味では、今の安倍さんのおっしゃるような会見ということには、やはり賛同はできないというふうに考えております。そしてまあ今後の10年 ということでお話を少しさせていただきますとやはり時代は大きく動いていきますし国際間の競争は非常に高まっていくと思いますえアジアがこの10年はですね非常に力を増してきた時代でありますけれどもこれからはアフリカもまた中東各国もより近代化をしそしてそれぞれの国の国民が世界中で活躍をする時代となってくると。 そういった意味では、あよく言われますけれども、大交流時代がですねえ、さらに到来をすると考えております。で、その意味で、まあ、今でもお日本の国でいえばあ、2020年代で、20 2020年で4000万人の観光客、そして2030年で6000万人の観光客ということを言っておりますし、 それだけではなく外国人労働者も今後5年間で35万人という話をしておりますが私はやっぱり流れ次第ではもっと日本がですね多文化共生の国にシフトチェンジをしていかなければ世界から選ばれない国になってしまうということを大変懸念をしております。今は勢いがあるけれども決してその勢いが続くとは限らないそういう危機感を持ってしっかりとシフトチェンジをしていかなければいけないと思っています。ただそれは 世界とととと同じよううなな国柄にすす。るといいいことではないと思っていますむしろ観光客で言えば日本の文化やあるいは自然環境に非常にその特殊性に関心を持ち日本に来てくださるわけですから単に世界化をすればいいということではなく歴史や伝統を大事にした上で 日本に来る外国の方々に対しても日本に居住をする外国の方々に対してもしっかりと日本の文化や言語を担っていただくという気持ちも持ちながら一方で一気に日本に来られる外国人の方々はあ急に我が国の文化に染まるわけはないわけですから他国の文化も尊重しつつ他国の風習も尊重しつつしっかりとその接着をしていくということが 大事ななんだろうなと思いますそういった意味では政治がですねさまざま多文化共生に伴ってのさまざまなトラブルというものをいかに回避をしながら、まあ、うまくこう軟着陸というか定着をさせていくという政治家には今そういう役割が求められているのではないのかなと思います。そそししてて我が国の良さでである治安ですとか、えーそしてえー 感染症、まあ、健康の面で,ですね様々に我が国は他国よりも安全という島国の環境もあるわけですからそういったものがしっかりと維持されるように水際対策をしっかり充実させながらのこの多文化共生国家を作っていくということが労働者がこれから少なくなっていく介護の担い手も小売りの担い手も運送の担い手もどん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 減っていってしまうという我が国において 単純に生産性を上げるということはロボットだけに委ねることはできないというふうにも思っておりますのでそういった意味で外国からも人を呼んでこなければいけないしかしアジア各国を中心にですね他国も今どんどん高齢化が進んでいるという現状を考えれば日本が繰り返しになりますが選ばれる国にならなければいけない魅力的になる魅力的な国にならなければいけないというふうに思っておりますのでそういう視点で 我が国のシフトチェンジを行っていいきたい私はここには与党も野党も関係ないというふうに思っておりますし、野党の政治家であってもというとおかしいですが、自分自身もそう遠くない時期に、今の野党勢力を束ねて、与党になるという気概を持って政治を行っておりますので、そういった意味で、これからもです、ね、建設的な野党づくり、国民にとって魅力のある野党づくりを続けていってまいりたいと。 いうふうに思いますえ大変雑白でまだまだ語りきれてないところありますが時間もありますので一度ここで終わらせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはい、ありがとうございました、はい、それではあの質疑に入る前にこのマトリックスを使ってですねまずは泉さんの立ち位置政治的な立ち位置について示していただいてその上で質疑に移らせていただきたいと思いますがえまずこれあのこのマトリックスなのですがあの。 東大のの、ね、中島教授が作成したものですであの縦軸はです、ね、国民生活におけるさまざまなリスクをえ国全体が、えー、対応するのかそれとも自己責任で対応するのかというのが縦軸です一方あのこの横軸についてはさまざまな価値観に対しての許容度、えー、っとこちらのパターナルの方はあの権力者が 介入を強める部分そしてこちらのリベラルの方は、まあ、あのその介入が少ない多様性を、えーまあえー、受け止めるというような社会この中でどこを目指すのかという部分を示していただきたいと思いますが、えっと、中島教授の,あの分析によりますとこの安倍首相はこの位置にあるそうですが、えーまあ、泉さんもちょっと示してもらっていいです 縦い軸ではどちらかというと社会全体で受け止める部分が強いですね、それからリベラルの方が強いですこ,っちはこれちょっと理由について、はい、あのちょっと最近の、まあ、ホットな話題で一つ、ただこうは印をしたんですがという話なんですけれども、えーまあ、本人から聞いたわけじゃないんですけれどもあの小泉進次郎君があ育休を取るか取らないかと。 いう話が一つありますよねで私、実はここについては、あ現在、否定的であります。あのリベラルであれば、それは当然、そうあるべきだという考え方もあると思うんですけれども、私は国民は自由に、しかし権力者という、まあ、権力者というかです、ね、権力の地位にあるものについてやっぱり矜持というものを持たなければならないと思っておりますで。彼の育休が否定に否定的というよりもです、ね、まずは国民が先だと。 いうのが私の考えでありまして、まあ、あの彼が取ることで呼び水になるという話もあるんですが、私はそういう考え方ではなくて、やはり今、多くの男性も女性も、ですね育休を取りたくても取れないという環境にある方がたくさんいる、そしてそれは実際にお給料が減ってしまうから、今の育児休業・給付金の制度は、残念ながら育休を取,っても取れば、ですね所得が減ってしまうわけですね。 そして一方では、国会議員というのは、お給料は常に満額、何ヶ月育休をしようとも満額得られるわけであります。そもそも制度が違う中で、その2つを同列に扱うわけではない、扱うべきではないという考え方もありまして、私はまあ今、彼にあえて言うならば、取る前に自民党と交渉して、経団連と交渉して、すべての労働者に対して、育児休業給付金、 100と原則100%と、それを実現してもらえないかと、じゃないと俺は育休取らないぞぐらいのことを言ってもらいたいと、そういう意味で、今、私は彼の育休には一言申しているということでありまして、一般の国民が、一般の男性が取る育休については、ぜひそうあるべきだという考え方でありますま。ああ夫婦別姓についても、ですねあの私はだから家族が壊れるという考え方には立っていません。 家族というのはそういうものではなくてやはり目に見えない絆血族の絆というものはいわゆる宇治でですね単純に計り知れるものではないというふうに思っておりまして残念ながら宇治が一緒でも仲の悪いことになってしまったあるいは別離することになってしまったケースはたくさんありますしその逆もしかりでありますのでそれぞれが生きる選択肢を持てる時代においてはやはりできる限り その方々があ生きやすい社会を作っていくことがそれが能力につながり能力の発揮につながり能力の発揮につながるということがその総体が国力だというふうに私は思っておりますので我が国のことを考えてもですねやはり一人一人が花が咲いてひ、えー、いては国国力が盛んになるそういうイメージを持っておりますので、えー、このこちら側であるということであります。で先ほど話をしたようにに個人に 帰結させてしまっては社会全体が結果的には分離疲弊してしまうというふうに思いますのでやはりしっかりと社会でセーフティーネットを張ってそしてやり直せる社会というものを作ることがですねこれもやはり最終的には政治を考えるあ政治を考えるというか政治を担う政治家としては国全体の力が高まることだと信じておりますので私はここが一番 我が国の力になると思っております。はい、ありがとうございました。それでは、じゃ、質疑に移りたいと思います。はい、質問の方は、手を挙げてください。お願いいたします。いかがですか。じゃ、私から一つ質問ありますが、はい、あの。そうですね、えっと。十年後を考えたときに、政治の対立軸っていうのがどういうふうになっているだろうかと。 でそれでご自分はどっちに立たれてそれで政権を目指すのかこのあたり先ほどの文脈で言えばやはりいわゆるその多文化共生のに対するスタンスの取り方で分かれる可能性はあるんじゃないかというふうに思いますより多様性を許容する政治勢力とこれまでの価値観を前提にする 勢力とに分かれるということがまあ一つ大きいんじゃないのかなというふうに思います。えー、まあその他にもいろいろあるかもしれませんが、まあ社会全体を巻き込んでのということでいえば、あやはり一番その分岐がですね、私はまあ対立しになるんじゃないのかなというふうに思いますね。はいえー、その他い,くいかがですか。 最近あの、令和新選組とか N 国といった新しい政治勢力が生まれてますけど、はいはい、こうした勢力と、えー、国民民主はどういうふうに付き合っていくのかという部分はどうですか。あの私が今、国民民主党を呈して言えるか、代表して言えるかというところは、まあ、それはあるんですが、まあ、自分自身の認識としては、まあ、N 国はないですね、はい、それはないと思います。ただあの令和についてはやはやりあのおそらく以前 民主党に投票されていた方々が支持層には多くおられるというふうに思います。そういった意味ではあの真摯に協議をする対象ではないかなというふうに思います。もちろんあの消費税については我々はまあ税と社会保障の一体改革をですねえここまで掲げてやってきた。 そして今もそれを基本的には堅持をしている立場でありますが、まあ、一方で確かに平成の30年を振り返るとやはり消費税のウェイトが高まり一方でその時点から財政再建と社会保障の費用が必要だと言っていたわけですから普通、まあ、それであればですね、えー、我が国の財政でいえば消費税が増えた分税収も上乗せされて増えていれば 良かったと思うんですが一方でやっぱり法人税がその分下がっていて結果的には言ってこいで税収が変わっていないという状況についてやはりいかがかという声はまあ党内でも高まっております、まあ、そういった意味で改めてどのようにしてその我が国の税負担をお願いするのかということについては今まではまあ消費税ということに力を入れて10%までやってきましたけれども まあ社会保障費が足らないからといって、これから12%、15%、18%、ただ消費税のウェイトを高めていけばよいのかということでは、なかなか理解は得られないし、野党もまとまらないと思いますので、改めてですけれども、消費税の扱いを野党全体がもう一回まあ再検証をして、次の方向性を生み出す時期が来ているんじゃないかと、私はそういうふうに認識しています。 テレビ東京篠原と申しますあの私もですね、えー、10年前の政権交代時に、えー、民主党政権の担当をしておりました<お>今読み返してもあの時のマニフェストっていうのは結構その普遍的なというかですね、うん、あの今にも通じるようなお話が多かったと思うんですしかし結局いいことを皆さんおっしゃるんだけど実行するテクニックが、うん やっぱりちょっと稚拙だった部分が多かったんじゃないかと、うん、それが今の野党への不信感に支持率が上がらないところにつながっていると思うんですが、うんえー、泉先生としては、ですねこの言ったことを実行するという、その実行力についてですね、今後、どのように国民に訴えていきたいとお考えでしょううかはいいあありがとうございます、まああの私もその一端にいたわけですから、当然、あの責任を感じています。まあ、私がそのい 単一旦にいた中で、えー、見てきた風景でいえばですね、えー、おっしゃられたようにマニフェストそのものは非常に、まあ、あこれまでの野党が出してきたものに比べればということかもしれませんが、体系的であり、網羅的であったし、い一つ、ものとしてはまとまっていたと思いますで。一方では、ではそれを同時多発で短期間にできるかということについては、やはり多くの困難が伴ったわけですね。そういった意味では まあ、政権を獲得するまでと、実際に政権を担当してからで、やはりそこで国民の皆さんに一度説明をちゃんとすべきだったと思うんですね、4年間でできると思って掲げたマニフェストは、えー、政府の中に入ってみたところ、あまりにやはり、ちりや埃やたまっていたものが大きかったと、これはあ一朝一夕にはできないということを宣言をして、 これはもう10年仕事だと、10年任せてくれというぐらいのことで、ですね私はその代わり順序立てて、一つ一つ冷静に順序立てながら、手順を踏みながらやらせていただきますという方向性を打ち出せばよかった。まあ、しかしながら、私も政務官として見ていて、非常にやはり各大臣、肩に力が入っていましたし、自分の担当のマニフェストを是が非でも実現せねばならないという、ですねいわゆるこう政治の体力を 官邸だけではない各省すべてでフルに使ってしまった結果まあ息切れを起こしたということだと思いますまあそういうこともですねえ政権を担当する以前にもまあ模擬事業仕分けをやったりまあ当時小沢さんと福田さんが一度大連立の話があった時もまあやはり経験が少ないから一旦経験させた方がいいだろうという話があった時にもですねいや我々は国会質問や 役所との付き合いもやってきたから大丈夫だという話でそれを蹴ってしまったわけですけれどもやはり本当に政府の中に入るというのはそう並大抵なことではなかったしあの時覚えてますけども最初は官邸にすべての大臣の執務室も置いてやろうと思ったら物理的な場所がなかったとかですね事務次官を廃止しようと思ったら事務次官を廃止できなかったとかですね 私もあの手持ち無沙汰にしている事務次官室に行って、えー、何ともならんなというで役人たちも今あその時はそこに駆け込まざるを得なかったという状況も含めてですねやはり掲げたマニフェストというのは非常にきれいにいいカットされたダイヤのようだったけれどもしかしやはり実際にいい中に入ってみればそう物事を簡単に切れるものではないということを踏まえてもう一度整理し再構築をして あの政権を運営すすべきだっったというふうふに思っておりますその意味では今もですねまあやはり最近は少しだいぶ世間からもまた党内からも言われて、えー、党内というか野党内からも言われて冷静になってきましたが野党ヒアリングのあり方とかですねこれが野党であったら私はだめだと思っています。単にそのいわゆるる追及をする ために見られてはいいけないってことですもちろんそんなことを目的としているわけじゃない、えー、けれどもしかしそう見られてはいけないしやはりあの役所のやることに非常に監視をしながらも共に仕事をするパートナーであるということを常に忘れずにこれからの野党政権を目指していかなければいけないとですから、まあ、あの民主党の時にさまざま準備して 官僚出資者もたくさん揃えて、えー、結果、あの状況だったわけですから、今回、政権を担おうと思えば、過去の反省も十二分に内部では出し合って、そして再構築をしていく必要があろうというふうに考えています。 個人会員の川北です,、えーっとですね、先ほどの、えー、最初の話の最後の方で野党勢力を束ねて、えー、いずれは与党にという気概をとおっしゃったしそれから先ほどの、まあ、今の質問に答えても、まあ、そういう趣旨の発言をされてるわけですが。うん まあ、あのそもそもね政党を作るっていうことは政治権力を脱出してるということが目的のはずで、まあ、これはそういった最高裁判例もあるわけですからそれでいいと思うんですけどねただ問題はその実現可能性でね、うん、今の,その国民民主の支持率、まあ、1%ないですよね。 その状態で,です、ね、与党になるといってもちょっとその現実性に乏しいと、まあ、だからこそね、まあ、立民との会派合流とかいろいろやってらっしゃるんでしょうけれども、仮にこの合流がうまく成立したとしてもね、主導権はおそらく取れないではないかと思うんですよね、そのあたりのところ、どう考えてらっしゃるのか。 あの私が2000年に初挑戦をさせていただいて2003年に初当選をさせていただいてまあ,あの私はいくら民主党にブームがあった時も基本的にはあの自分の選挙区で透明で戦ったことはまあ、ほぼないとあのそれは言っていいと思いますですからまあ花から私はあこの国にもう一つしっかりとした政治勢力を作るということであって透明 でですね、えー、何かしらの党を何とかしたいということではやってこなかったので、まあ、今もそうですが、おそらく私に投票している方々は、まさに野党を応援している方々であり、そして、まあ、国民民主党を応援している方だけではないということですよね、そして与党の一部にもやはり政権交代のある政治を求める方々というのは支持者の方にずいぶんおられる、そういう方々で泉健太が成り立っているというふうに思いますので。 まあ今の国民民主党というのは、まああの、やはりこの数年間の政治の経過の中で生まれた政党でありますけれども、やはり私はそれは、あもしかしたら連立政権という形かもしれません、立憲民主党とともにです、ね、連立政権を組むということになるのかもしれませんが、あとにかくこの、お 国民民主党に今所属をしながらですね。野党全体で政権を取れることを想定をして、私自身は行動するということになります。まあ、あの、そこに共産党が含まれるかどうかということをですね。あえて言えば、私は国民に対しての誠実さということで言えば、参議院選挙をああ、いった形で戦った以上は協議はすべきだと思います。協議はすべきだと思います。 しかしその協議の結果がいかなるものになるかということはそれは両方あるんだろうと思います。やはりあの民主党かつての民主党政権の時ももう皆様方であればまあ当然あのご認識だと思いますが民主党と社民党と国民新党で政権を取ったということになっておりますが実際上は選挙協力というかですね えー、いわゆる野党統一候補的に各選挙区で共産党も立候補しないところがあったわけでありまして、まあ、そういうことも一つの野党の協議の結果の選挙協力なのかもしれませんですから政権はもしかすればあかつての民主党勢力が担うということに結果的にはなるかもしれませんけれども、まあ、いずれにせよ国民の皆様にはあ参議院選挙でそのような戦い方をしたわけで その中で勝利をした選挙区もあるわけですからそういったところと誠実に話をすべきだということそしてその中における国民民主党の役割というのは、まあ、国会対応においては旧来型の抵抗戦術はもうやるべきではないというスタンスであるということでこれは国民の、まあ、今支持率は低くてもです、ね、国民の評価を得られている我々の一つのポイントだというふうに認識しておりますのでその旗はやはり振っていきたいと。 思いますしやはり穏健中道に理解をされるようなですね穏健保守の皆様に理解されるような野党勢力でなければ政権交代もありえないというふうに思っておりますのでそういった立場からの政策も野党の中でしっかりと旗を振っていきたいというふうに思っております。そういうい国民民主党党がが野党勢力の中でで、えー、しっっかりとと旗を振るこにによってですね本当に政権交代が 見えてくる政治勢力に私はなっていくんではないかと思っておりますので、まあ、その時のトップが誰かというのは、もしかしたら国民民主党のメンバーではないかもしれません、でもそれは私にとっては大きな問題ではなく、やはりこれからあ再構築される野党勢力がいかに国民の期待に応えるものになっているかというところに、まあ、力を入れて、えー、作り上げていきたいというふうに思っています。はい平井さん えー、富士テレビの平井でござい1つ伺いたいんですがあの最近、その長嶋さんとか細野さんとか鷲尾さんとか、まあ、どちらかというと民主旧民主党の中でも泉さんたちに近い人たちが、えー、続々と自民党に行っちゃってますけれども彼らの言ってる理由2つ言ってて今のままだと安全保障のその 話ができない,っていうのもう一つは共産党と一緒にやりたくないということなんですけどもその共産党との関係を伺いたいんですがその今いやその候補者調整をしてるだけなんだと決して政策をすり合わせてるんじゃないというふうによく言われるんですが、うん、実際にその枝野さんやなんかが一緒に街頭やってるわけですよね。で万が一勝ってでですね主犯指名選挙で 枝野さんも安倍さんも過半数取れなかった場合に共産党が入れたとこ人が勝つんですよねそうすると共産党はいくら連立に入らなくてもその政権に影響を及ぼすことになるわけです、うん、つまりあなた方がやってることはねもしかしたら共産党が我が国の政府に関与する政権を作ろうとになるかもしれないわけですが僕はそれは嫌なんですが泉さんはそうなっても構わないと思っているんでしょうかだからあのもし思ってないんだったらね今のこの なんて言いますか、えー、選挙協力という名のね、共産党との連携っておかしいんじゃないかと思うんですけど、泉さんはどういうふうにお考え、はい、まず私はですね、国民、まあ、国民というか、有権者には境目は見えない、有権者の境目は少なくも見えないということですね、ですから私に投票してくださっている方で、えー、共産党の支持者の方もあるかもしれません。ですからあ やはり今もすでにある意味、有権者の中では、野党支持層の中ではある種の流動化ですとか、一体化みたいなものは、もう起こっている現象だと思っております。まあ、あの共産党、共産党と私もついつい言ってしまいましたが、まあ日本共産党ですね。日本じゃないですね。日本共産党、日本共産党さんですけれども、まあ彼らが言うのは、これはもう世界同時革命をやろうとしているわけでもないし、日本は日本オリジナルの。 共産党であるしまあ歴史的な流れで言えば徐々に現実正当化してきている流れにあるんだろうなと思いますまあ中には野党の中からもですねもう党名を変えていいんじゃないかというふうなことをおっしゃる方もありますもちろん他党のことですからそれはその党が決めることかもしれませんがおそらく支持層もそして執行部の方々もやはり時代に合わせて 変わりつつああるるとところは私は私んじゃなないいのかなと思いますそして特にもしまあ旧民主勢力が連立政権構想のようなものを仮に構想した時にですね非常にあの共産党日本共産党さんの幹部の方々はまあ自己責任感も強い方だと思っておりますんでえ自分たちが動くのであればやはり何かしら政策的にしっかりと 整合性の取れるところまで動きを見せてくると思いますしその動きが取れないようであればやはりその勢力から距離を置くということを判断される方々だというふうに思っておりますですから私もこの間この12年何度か幹部の方々と話をすることがありますが決して政権に入りたいということをただ願っているようには見えないですね。 あくまで整合性の取れる範囲の距離感で、えー、しかし、今の政権に対抗していきたいという彼らだというふうに認識しておりますので、まあ、そこは私は真摯に協議をする中で、答えがおのずと出てくるのかなというふうに思います。あの、うん、まあ、彼らがまあ影響を及ぼすということについてもですね、当然、まあ、この民主勢力というか、まあ、立憲民主党や国民主党の我々の中にも。 守るべきものは当然ありますので、えその互いの守るべきもののぶつけ合いの中で答えを出していけばいい話ですから、我々も過度に何か政策的に譲るつもりがあるわけではないというふうにお伝えをしていきたいと思います。まあ、もうあえて言えば私はそのさまざまな共産党さんのまた進化というか新しい姿が見えてくる中では。 やはり場合によってはあ、構成メンバーになり得ることはありうるんじゃないかと、それぐらいのことをお野党は真剣に、まあ、想定をしながら、話し合いをしていくべきじゃないかと思います、はいえー。それではあと1つ質問を受け付けたいと思います。いいい、はい、かか。がででですすじゃあもう2つでもいいですううつはどぞ。 あの北海道新聞の蛭川といいます、あの先生、北海道出身だということは今日初めてお伺いしまして、はい、えそれで、1つ、憲法のことなんですが、あのまあ会見を否定しないけれども、自衛隊名義の今の案には反対だということで、まあ、ただ、現実問題として、臨時国会からやっぱり、自民党の構成というのはさらに。 こうまあ、強くくななってくるだろうなと思いますであのやっぱり野党の中でやっぱり憲法が一番その立憲民主党と国民民主党のスタンスというかですね姿勢というか国民民主党の中でもですね玉木代表とその他の議員の方々、まあ、いろんなやっぱり考えがあってですね、えー、国民民主党の中も一枚岩じゃないなと思うんですが。 まあだからこそ安倍さんはそのまあ参院選の結果は議論せよというのが民意だと言ってですねまあ国民民主党の皆さんをこう引き込もうとしてあえてこう挑発しているところもあるんじゃないかと思うんですがそうした中でどうすればまとまっていけるのかそれでまああの議論しないという姿勢で、まあ 世論の理解を得られるのか、あるいはですねその今の巨大与党とこの、まあ、多弱と呼ばれる野党の力関係で、まあ、議論に応じてしまったら最後、ですね、まあ、最後はやっぱり、まあ、あの賛成派を取り込んでですね強引に最後、えーまあ、今までの法案採決のようにですね、えー、数の力で押し切ってしまうんじゃないかと、えー、そういう懸念もあるわけですがどうすれば。 野党にととってベストな選択だと思われますか、まあ,あの野党の戦術的なことがをまで言えばいろいろとあのやり口は、まあ、あるのかなとは思うんですけれどもちょうど私が当選して次の年ぐらいにですね確か毎日新聞さんがあの前国会議員憲法アンケートみたいなことをやったことがあって当時の民主党は78割が 憲法改正に賛成ってて書いてるんですよねで今そこから立憲の幹部になっている方々も大勢いるわけで当時の民主党っていうのは憲法改正あの社会党から来られた方々で幹部だった方々はどっちかというとまあ否定的でありましたが多くの方々は民主党というのはあの憲法改正には真摯に向き合うというスタンスからスタートしていますので立憲もですね まあ大多数の方々は別にただまあその自民党の会見案ですとかまあ安倍さんの会見提案というのがまあ我々からすればあまりに国民から乖離をしているしそして国民投票法のですね仕組みを整える前にそこにとにかく踏み込もうという意向が強すぎてでまあ枝野さんと中山太郎さんで築き上げてきたまあその憲法あの調査会 からまあ審査会のの過程でのです与、ね、野党の相互理解というものは、まあ、中谷さんぐらいまでは私は背負ってきてたような気がするんですけれどもまあ、やっぱりそこを大事にしたいというのが野党の思いですねですからそういう議論であれば多分あの野党も応じるんじゃないのかなというふうに私は思いますんで、まあ、ある意味あのちゃんとしっかりもう一回スタートラインにですね戻っていけばあ別にその。 一国の総理が呼びかけた憲法改正じゃない憲法改正っていうのもあるんじゃないのかと思いますのであの本当に国国会と国民で議論できる環境はは国民主党ととししてて作っほいいなと思います、うん、ですから別に私たちはその国民主党として言えばあの何とか逃れあの議論から逃れるために今行動しているわけでもありませんしとにかく国体を利用してきて 来たのは、まあ、立憲と自民ですから、まあ、やはりそこの相互信頼がですね、えー、高まるように、我々からもむしろ統一会派になれば、自民党の側にもそこはしっかり申し入れというか、ですねあの問いかけはしていきたいというふうに思っていますじゃあ最後、黒いプロシャスの方、お願いします。 共同通信の中田と申します。と、とま近い。あの最近の話で恐縮なんですけれども、あのまあ、昨日ですね。その岩手県知事選で。あの？ 国民さん、立憲さん、社民、共産で推薦した竜戸さんが当選されましたで埼玉県知事選について2連勝したわけですけれどもまずこの岩手県知事選の受け止めを伺いたいのとです、ねまあ、それはそのまあ立憲さんと国民さんの,その統一会派の,あの話が持ち上がってからまたやっぱりその野党結集に対する有権者の期待が高まっているとも受け取れなくないと思いますがあのまあこうした機運についてどうお考えになるかというのを伺いますでしょうか。 あの国民民主党的視点になるかもしれませんがッソさんにしろ大野さんにしろやはり保守層に浸透できる方だからこそ共闘が実った結果が出たこれ沖縄についても私はそうだと思うんですね小長さんの勝利というのはそういった意味で保守層の一部も巻き込めるからこそ成就したと思っておりまして単に政党が <laughs> 揃えば。 勝てるかといえば私はそこはやっぱり候補者のスタンスだとか姿勢ということに大きく影響されるところはあると思いますから勘違いをしちゃいけないと思いますね野党がまとまれば勝てるそんな簡単な話じゃないということだと思いますあくまでその候補者がこれまで築き上げてきた信頼だとか安定感だとかやはり権力を行使しても良いというふうに有権者から見られるだけの 候補者を揃えなければ、ですねいくら野党が一つにまとまったところで、それは私は勝利にはつながらないと、まあ、そういうあえて厳しい見方を持って、これからもそういった意味で、えー、国民に理解される候補者選考を野党はしていかなければいけないんじゃないかというふうに考えていいいまますはい、ありがとうございましたそれではあの、えー、記者会見はこれで終わりいしたいと思います。 記号をしていただきましたので、ちょっとこれを泉さん、説明していただけますか。はいえー、未未来来を信じ未来に生きるという記号をさせていただきましたあの。オリジナルの言葉ではありませんで、私の母校、立命館大学にはこの石碑が立っております、清川博総長がですね、えー、掲げたお言葉でありまして。 まあの立命館というのはまあ戦前はそれこそ御所を守る禁衛立命と言われる時代もありました、まあ、そういったものを踏まえて戦後ですねまあ民主化を進めていくわけですがまあ滝川事件等々も含めて兄弟からも先生方を呼びまあそういう中で新しい大学を築き上げていったわけですけどもまあ常にやはり過去をしっかりと学びながら未来を 信じて未来に生きていくと希望を持っていくということを忘れないということをですね私はまあこの大学で学ばせていただきましたまあだからこそ野党であっても苦しい思いをしてもやっていけるのかなというふうにも思っておりますしでも野党のままで終わるつもりもありませんのでしっかりとまあこの言葉を胸にですね、えー、頑張って参りたいというふうに思います、はい、ありがとうございましたはいそれでは会見を終わりますこれ党クラブからクラブ会です。 させてくださいありがとうございます <laughs> ぜひあの機会があれば、予算委員会でもつけられるように頑張りたいと思いますこのシリーズですね、第2回は、立憲の小川淳也さんで11日、それから自民党の木原さんが13日、そしてあの自民党の小林文明さんが19日、小林さんはあの11日から19日に変更になります。 よろしくお願いいたしますそれではこれで終わりますありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました